ズーラシアンブラスは横浜動物園、ズーラシアのマスコットキャラクターとして園内で演奏を始めた金管五十層の楽団。指揮者も含め全員がズーラシアで飼育されている希少動物に奮している。音楽の絵本親子のためのクラシックコンサートと題した演奏会を行う際は会場の規模等に合わせて弦楽器、打楽器、ピアノなどが加わった様々な編成をとる。 通常のクラシックコンサートと同様、男性の演奏者は黒のタキシード、女性は華やかなドレスを着用しているが、全員が動物のかぶり物をしている。児童劇やキャラクターショーの側面も持つが、子供によっては逆に大きな動物を怖がり、逃げ出してしまう場合もある。かぶり物のおかげで演奏者は大胆な演技が可能となり、また、複数の演奏者が、 分担出演できるため公演日程を組みやすいという利点もある。オフィシャルサイトには目立たない場所に音楽の絵本制作スタッフとして全ての演奏者の氏名、最終学歴、受賞歴、現在のところ属などが記載されている。多くの公演で例祭から入場可能で客席の照明も完全には落とさない。周囲に迷惑となるほど泣き止まない場合の途中。 体質やおむつ交換、座っていられない子供が歩き出すことなどを想定している。パイプオルガンの入った公園やお友達プレイヤー公園など一部の公園では4歳以上か未就学児不可といった年齢制限を設けている。子供の集中力を持続させる工夫もなされており、唯一言葉を発する司会者と指揮者。 演奏者の間ではパントマイムが交わされ、演奏中にも見ていて楽しくなる演出がある。客席登場といったサプライズも用意されている。プログラム中には中盤にあえて飽きさせる曲も入れてあり、親子が共に楽しめるコンサートを目指している。演奏曲はクラシックの名曲が中心ではあるが、同様アニメ曲、ディズニー曲、マンボなどラテン曲も独自のアレンジを加えている。 楽譜も販売されており、アマチュアオーケストラ、サークル、小中高校の部活動などで活用されている。ズーラシアンブラスプロフィールより詳細は、公式サイト内の音楽の絵本とは、を参照。クラシック音楽における絵本のような役割を果たしたい、と考え制作された、親子のための本格的クラシックコンサート。零歳から入場でき、三歳未満の席を要しない、子供は、 入場無料のことが多い。株式会社スーパーキッズの登録商標。ズーラシアンブラスには指揮者とドラムが含まれ、最大編成は9名で、7名、7名、6名、2名のバリエーションがある。東京オペラシティコンサートホール、オーチャードホール、サントリーホール、東京芸術劇場コンサートホール、 東京文化会館所ー市民文化センターミューズ、ミューザ川崎シンフォニーホール、グリーンホール相模大野、神奈川県民ホール、愛知県芸術劇場、パルテノンタマ、府中の森芸術劇場、江戸川区総合文化センター、などスイートベージル、STB139 マカオカルチャーセンター、新舞台ズーラシアンブラスファンクラブは、2010年4月発足の入会金、 会費無料のファンクラブ。チケットの優先予約。会員限定コンサートへの参加ができる。年に一度開放が発行されている。2012年7月、ゴールド会員発足。一般会員が申し込み書に、ズーラシアンフィルハーモニー還元楽団の CD1 枚を含むズーラシアンブラス、または仲間たちの CD5 枚分のバーコードを添えて、申し込むと入会可能。 一般会員同様に入会金、会費は無料。オカピの金の希少が贈られ、ゴールド会員限定コンサートへの参加、割引価格でのグッズ購入、記念撮影券などの特典がある。楽譜シナバンとの対応は公式サイト内の、株式会社スーパーキッズレコード CD、収録曲楽譜を参照。ボイスシュズブ -000429 みんなで行こう。 スーラシア動物たちのパレード動物巡り像さん、VS 小僧の更新場小屋のブルースタイガーラグネコ、踏んじゃったクマバチの飛行をお子様ランチ SKZB-05051、ファンファーレイ法6回のメドレー線路は続くよ。どこまでも、お猿の過去や、ハローミスタータートル村祭り焼きのメドレー聖者の、更新とおりゃんせ大きな栗抜きの下で、運動会、 リトルファンファーレ冬のメドレーハロー通り大きなこと系、アイネクライネナハトポリス桜桜春のメドレーリパブリック参加ビリーブピクニック。ありがとうございます。